市にとっても今年は文字通り背水の陣の年になります。平成21年東淀川 G1 開幕戦、東淀川区健康マラソン大会、今回28回目は平成21年の東淀川 G1 第23回東淀川区健康マラソン大会、まもなく開会です。第23回東淀川区健康マラソン大会に、このように多数の皆さん方お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。この健康マラソン大会は東淀川区の恒例行事ということで毎年やっておりますので、今回は大変出席者が多く、非常に縁起がいいなというふうな気持ちでいっぱいでございます。本当に今年は、約300人近い方が参加していただいております。昨年は、200人足らずということで、本当にたくさんの方に参加していただきまして本当にありがとうございます。東淀川区は今これも会長からございましたように、健康づくり、これはどうやってみんなで取り組んでいこうということをしておりまして、ちょっと前に並んでる人がこの入ってきておりますが、背中にこの光ちゃんというマークつけておりますけれども、これはシンボルマークとして、要は自分たちの健康は自分で守るということで取り組んでいこうというふうにしております。歩くとかこういったジョギングとかこういったことも健康にとって本当に良いことですので、今日だけでなくってこれからも日々、運動していただければと考えているところでございます。東淀川新春の名物イベント第23回東淀川区健康マラソン大会 G1、 1キロジョギング、3キロのスタートです。各選手がざっと横に広がってスタートしていきました。そして後ろの方から1キロのジョギングコースのメンバーもスタートしていきます。ご覧のようにほとんど横に広がって縦長のままスタートしていきました。そして1キロジョギングのスタートがしていきます。ちょっとコースを間違っていますがどうでしょうか。今戻しました、戻しました、今戻ってきました。40番ですね、ゼッケン40番、おー速い雪男を持ってゴール。1分10秒でゴール。10分12秒、最後の全力疾走は見事。緑が見えています。さあ女子のランナー、トップランナーです。女子のトップランナー戻ってきた。女子のトップランナーは523番です。523番がゴール。14分14秒で気合を上げた。そして510番が戻ってきた。510番は14分20秒21秒でフィニッシュ。そして第3位も戻ってきています。第3位も戻ってきています。512番がゴールに向かいます。512番が第3位でゴール。14分34秒です。まもなくスタートです。5キロと10キロのスタートです。ざーっと飛び出していきました。大応援を駆けつけてランナーたちがスタートしていきました。極東と10キロ、思い思いのともに選手がスタートしていきました。そして横手区長もその5キロ10キロの選手たちに応援を送りました。23番が戻ってきています。ゼッケン23番、ゆっくりとゴールに入ろうとしています。23番が間もなくゴール。アスファルト上入ってその残り 50m、20分台でのゴールになります。20分台でのゴールになります。20分台20分
40秒でゴールしました。23番優勝、20分40秒、見事な優勝です。月桂冠を今係員さんからつけられて今配置されてきました。素晴らしいタイムが出そうな感じです。力走です。いやーちょっと横にずれた、ちょっと横にずれたかどうか。25分台でのゴールになる。507番、あーちょっと横ずれてる、ちょっと横ずれてる、ちょっと横ずれてる、横にずれてる。507番がゴールに入ります。25分、優勝25分51秒、優勝しました。2分25分51秒で優勝。これ二度絶景が見えた。これは早い、これは早い。37分台、この完封を突きつける力の中にはあったんですが、それにしても早い時計で入ろうとしています。絶景12番がゴールに向かいます。37分手を上げて、37分46秒、素晴らしい。37分46秒、これは素晴らしいタイムです。今区長から月桂冠を渡されました。今そしてアクションを求めました。女子福井愛さん、39分33秒です。おめでとうございます。どうぞ台の上をお上がりください。新庄区の技術長、福井愛さんは、女子10キロの39分33秒、おめでとうございます。